F-10B は富士通によって開発された NTT ドコモの第三世代携帯電話端末である。本端末は法人向けに開発された携帯電話であり、事実上の F-06A の後継機種にあたる。F-08B をベースとしているが、同機種がポップなデザインであるのに対し、同機種はビジネス向けにシックなデザインとなっている。法人向けの機種であるため、 通常の機種とは違い、ミュージックプレイヤーやワンセング、カメラといった機能は省かれている。それにより、コストを抑えると同時にセキュリティを高めるために、富士通の1000倍特許とも言える、指紋センサー、開閉ロック、端末データ遠隔消去、マイクロ SD カードの中身を他の端末では開くことができない、マイクロ SD パスワード機能などを搭載している。その他口実の 遠隔カスタマイズサービスで通常の携帯電話以上のセキュリティを確保している。相手の声だけでなく自分の声の会話もマイクロ SD カードに保存する通話メモ機能が搭載されている。販売チャンネルは NTT ドコモ、ドコモショップの法人担当のみとなるため店頭で購入する場合事前に確認が必要となる。個人での購入はできない。IPX5、IPX7 ipx8 相当の防水、防塵機能がある。f-06a に引き続き、ビジネスモペラ安心マネージャーという NTT ドコモの、法人向けサービスを利用することにより、携帯電話の管理者が、パソコンから遠隔で以下のような携帯電話の制御を行うことが、できる。以下のアプリケーションがプリインストールされている。ありがとうございます。